メキシコ中央部に伝わるアステカ神話をご存知ですか？人類を作った神ケツァルコアトルやそのライバルである破壊神テスカトリポカがはちゃめちゃする創世神話5つの太陽が特に有名です。なんと5つの太陽では世界は過去に4回創世と滅亡を繰り返し、現在は5つ目の太陽の世界だとされていて、これが超面白い。そこで今回は5つの太陽を中心にアステカの神々が繰り広げる超大規模な創世神話を紹介します。この動画はファンタジー大好きオタクの神龍がお送りします。1、アステカ神話の独特すぎる信仰。太陽はいつか滅んでしまう。まずはアステカ神話とは何ぞやから。アステカ神話は現在のメキシコ中央部で繁栄したアステカ帝国で主に伝えられた神話のこと。アステカ帝国は1428年頃から1521年頃までのおよそ95年間続き、アステカ文明を築きました。そんなアステカの中心都市は1300年代半ばに作られたテノチティトランです。かわいい名前。15世紀頃の神話だとするとかなり新しめじゃんと思うかもしれませんが、アステカ帝国で信仰された神々の多くはより古い時代から伝えられてきたものでした。実はこの地域では紀元前1200年以前から様々な文明が栄えてきた歴史があり、これらはメソアメリカ文明と呼ばれます。メソアメリカ文明が起こってきた地理的な範囲は現在のメキシコ南部や東部、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、ホンジュラス西部、太平洋側のコスタリカ、ニコヤ半島あたり。めちゃくちゃ広範囲。ちなみに超有名な古代文明マヤ文明もここで栄えました。アステカ文明以前からこの地域で語られてきた神々で有名なのは、例えば文化と農耕の神ケツァルコアトルや雨の神トラロックなどです。つまりアステカ文明自体は比較的新しめですが、登場する神々の多くは結構歴史があるというわけ。ちなみにアステカ帝国が1521年に滅んでしまった理由は、海を渡って攻めてきたスペイン人によって征服されてしまったから。スペイン語で征服者を意味するコンキスタドールとして有名なエルナン・コルテスがこの侵略戦争に参加していました。侵略によって首都テノチティトランが陥落し、最後の王モクテスマ2世が殺されてアステカ帝国は滅亡してしまいました。悲しい。さてそんなアステカ帝国の人々は何を信仰していたのか。キーワードは太陽崇拝です。太陽崇拝というのは文字通り太陽を神聖視して信仰するもの。アステカ文明以外にも世界各地に見られる原始的な信仰の形で、ラーやホルスといった太陽神が祀られるエジプト神話などが有名な例ですね。ただアステカ文明の太陽崇拝はちょっと独特です。世界の神話では太陽は永久不変な絶対的イメージであることが多いんですが、アステカの人々は太陽はいつか滅ぶものと捉えていました。栄枯盛衰の世界観。そして彼らにとって太陽の滅亡は世界の終わりと同義であったため、アステカ神話では神々が自らを生贄に捧げることで失われた太陽を再び創造したりしています。そうした伝承にちなみ、アステカの人々は人間を生贄に捧げることで世界の滅亡を先延ばしにしようとしていました。そう、人身釘、かなりヤバめの風習です。2、原初の神オメテオトルが全ての親。物語の主人公は古世代の神々へ。さてアステカに伝わる創世神話5つの太陽を語る前に、その前日端を担った神ともいえる原初の神オメテオトルを紹介しましょう。オメテオトルは二元性の神と呼ばれ、光と闇、秩序と混沌、生と動のように相反する2つの性質を兼ね備えた存在です。かっこいい。アステカの人々は2つのものの対立の結果として新たなものが創造されると考えていました。つまり対の思想を神格化したのがオメテオトルというわけ。そんな二元性の神であるオメテオトルは男女の性を兼ね備えていたことから、男女一組の神として描かれることもあり、オガミとしてはトナカテクトリ、女神としてはトナカシワトルとも呼ばれます。そしてこのトナカテクトリとトナカシワトルがアステカ神話の主役である主神ケツァルコアトルや破壊の神テスカトリポカといった神々を生み出しました。全ての父であり母であるということですね。すごい。ちなみに絵によるメキシコ人の歴史という古い文書によれば、軍神ウィツロポチトリや穀物の神シペトテックも彼らの子供だと書かれています。そうした神々を生み出した後、オメテオトルは13階層からなる天界の最上階オメヨカンに隠居したとされています。我が子らにあとは任せたぞといった感じ。ちなみにアステカ人の世界観では、世界は天界と地上と冥界によって構成されると考えられていました。天界は13階層からなり、その最上階オメヨカンには原初の神オメテオトルが住み、12番目の階層イルウィカトルテテオカンにはアステカ神話の4人の主神が住んでいるとされます。また冥界は9階層に分かれていて、最下層はミクトランと呼ばれます。ここにはミクトランテクートリ
トリという冥界の王たちがいます。さてそんなオメテオトルの子らであるケツァロコアトルとテスカトリポカ、彼らこそアステカ神話になくてはならないまさに主人公級の神様です。ケツァロコアトルは羽毛のある蛇という意味を持ち、豊穣や水を司り生命と深く結びついています。現在の人類を作ったとされるのがこのケツァロコアトルであり、人類の頼もしい味方です。しかも人類に文化をもたらし、アステカの地域で古来より行われていた生贄の風習をやめさせたとも語られています。ありがたすぎる。しかし後で紹介しますが、創世神話5つの太陽で語られる以前の世界ではケツァルコアトルは結構な問題児でした。そんなケツァルコアトルはマヤ文明においてはククルカンという名で熱く崇拝され、マヤ神話においても人類の創造者として語られています。ちなみに風の神としてエーカトルという化身を持っています。一方のテスカトリポカはというと、なかなか複雑な神です。善なるケツァルコアトルに対立する悪役としての立ち回りをしつつも、ケツァルコアトルと協力して強敵を倒す味方役としても登場するのです。仲がいいのか悪いのかわからない兄弟。そんなテスカトリポカは戦争や魔術、夜風、大熊座、不和、黒曜石などなど様々なものを司るとされています。ほとんど全能の神。さらにテスカトリポカの大きな特徴はジャガーを化身としていること。またその名は煙を吐く鏡という意味であり、メソアメリカ地域で儀式に使われた黒曜石の鏡のことを指します。異名もたくさん持っていて、テペヨロトル、山の心臓、モヨコヤニ、全能者、ヒトラカワン、我らは彼の奴隷、ヨワリエーカトル、夜の風とも呼ばれます。かっこいい。3、創世神話5つの太陽は超展開だらけ、世界は滅亡と再生を繰り返すのだ。さてここからはアステカの神々が活躍する創世神話5つの太陽の面白すぎる物語を見ていきましょう。5つの太陽とは大まかに言うと、世界は過去に4回創生と滅亡を繰り返していて、現在は5つ目の太陽の世界だとする壮大な創生神話のこと。今の世界が生まれるまでにいろんな太陽があったんだよといった感じ。ちなみにこの太陽はもちろん天に輝く太陽のことを指しますが、同時にその時代、世界そのものを指す言葉でもあります。さてまずは最初の世界であった第一の太陽の時代から。第一の太陽は土の太陽、ナビオセロトルと呼ばれています。この世界は破壊神テスカトリポカが太陽となって支配し、地上では巨人たちが暮らしていました。しかし第一の太陽の始まりから676年が経過した頃、テスカトリポカの兄弟であるケツァルコアトルがやってきます。ケツァルコアトルはなんとテスカトリポカを大きな棒で殴り倒し、海の中へ叩き落としました。突然すぎる暴力、善なる神じゃなかったの？こうして太陽の座から引きずり下ろされてしまったテスカトリポカ。するとテスカトリポカは地下世界に関わりが深い動物であるジャガーに変身して、地上に住む巨人たちを皆殺しにしてしまいました。なんで？この超展開によって第一の太陽の世界は滅亡してしまうのでした。ちなみに第一の太陽になぜ巨人が暮らしていたとされたのかというと、一説によればアステカ人が都市テノチティトランの付近で巨大な骨の化石を見つけ、それを巨人の骨だと考えたからだそう。しかし本当はマンモスの骨だったとされています。現代の都市伝説でもあるあるの勘違いです。さて滅亡した第一の太陽に代わって第二の太陽が始まります。第二の太陽は風の太陽、ナビエーカトルと呼ばれる時代。突然の暴力によってその座を奪い取ったケツァルコアトルが今度は太陽となり世界を支配しました。今度は平和になるかと思いきや、第一の太陽と同様に世界の始まりから676年後に事件が起こります。なんと引きずり下ろされたはずのテスカトリポカがやってきてケツァルコアトルを蹴り倒したのです。やられたらやり返す。この蹴りのせいで世界にはとてつもない暴風が吹き荒れて、地上に暮らす人々も何もかもが吹き飛ばされてしまいました。太陽の座についていたケツァルコアトルもまた吹き飛ばされてしまいます。この時の様子はアステカ神話を記した文献太陽の伝説にこんな風に記述されています。この太陽を4の風という。この2つ目の太陽の下で暮らしていた民は風にさらわれてしまった。人々がいなくなったのはこの4の風の太陽の下であった。人々は風にさらわれてしまった。そして猿になった。家も木々も皆風に飛ばされてしまった。しまいには塔の太陽も吹き飛ばされてしまった。ものすごい暴風。しかしここで大事なのは人々は猿になったの部分。なんと神々の喧嘩に巻き込まれて吹き飛ばされた人間たちの生き残りは、それ以上吹き飛ばされないように四足の猿になることで生き延びたともされています。とにかく人間は退化し、こうして第二の太陽もあえなく滅亡したのでした。さて続いては第三の太陽。第三の太陽は雨の太陽、ナビキアビトルと呼ばれる時代。今度は雨の神トラロックが太陽となって世界を支配しました。神話屈指の問題児である兄弟たちの世界が終わって一安心。
かと思いきや、そうは問屋がおろしません。第三の太陽が始まってから364年が経った頃、ケツァルコアトルがまた現れます。今度は世界に火の雨を降らせて、トラロックを太陽の座から引きずり下ろし、世界を終わらせてしまうんです。泥臭すぎるイストリゲーム。そしてこの時、火の雨に打たれた人間の生き残りは七面鳥に姿を変えることで、溶岩の海から逃れて生き延びたともされています。すごい。さて、続いては第四の太陽。第四の太陽は水の太陽、ナビアトルと呼ばれる時代。雨の神トラロックの妻である女神、チャルチウィトリクエが太陽となって世界を支配しました。しかし、やはり待っているのは滅亡の運命。なんと今度は大洪水が発生し、全てが押し流されてしまったのです。この世界に暮らしていた人間たちは、魚に姿を変えて生き延びたとされることもあります。なかなかしぶとい人間たち。このようにして、第一の太陽から第四の太陽はことごとく滅亡しました。世界を滅ぼしまくった元凶は、ケツァルコアトルとテスカトリポカの兄弟。彼らは、さすがにまずいと思ったのか、ついに喧嘩をやめて、次の世界、第五の太陽を協力して創造することにします。それまでの犠牲は大きすぎる気はしますが、熱い展開です。この第五の太陽は、銅の太陽、ナビオリンと呼ばれる時代。アステカ神話の書物、絵によるメキシコ人の歴史によれば、その世界創造の最初はこんな感じ。創造神トナカテクトリとトナカシワトルの子らである4人の神々、テスカトリポカ、ケツァルコアトル、ウィツィロポチトリ、シペトテックはまず、他の神々の手を借りて大地に4本の道を描きました。これにより、大地は4つに割れます。それから神々は崩れ落ちた天を持ち上げました。この時、ケツァルコアトルとテスカトリポカは2本の木となり、協力してその天を支えました。仲良く天を支える兄弟です。このテスカトリポカの木には輝く鏡、そしてケツァルコアトルの木には、エメラルド色の美しい鳥、ケツァールの羽が印として付けられていました。2人の功績を創造神、トナカテクトリが称え、彼らを天の主とし、天の川はこの2人の神が星空を渡るための道だとしました。かなりロマンチック。こうして第五の太陽の天地がまず創造されたのでした。しかし、まだ世界の土台ができただけ、世界創造の儀式は続きます。4. ケツァルコアトルの冥界下り。冥界の骨から新たな人類を創造せよ。第五の太陽、ナビオリンの創造中、ケツァルコアトルは冥界に降りていくことにします。その目的は、第五の太陽に住まわせる新たな人間の創造です。土台ができたので人間を作ろう、と滅びてしまった第四の太陽、ナビアトルに暮らしていた人間の骨を探しに行きました。ケツァルコアトルは9層ある冥界の最下層、ミクトランに降り立ち、その地を滑る、ドクロの頭を持った神、ミクトランテクートリとその妻の、ミクトランシワトルに会ってこう願い出ます。前の世界の人間の骨をもらいたい。すると、ミクトランテクートリは、ケツァルコアトルにこう答えました。このホラガイを吹き鳴らしながら冥界を4周すれば、人間の骨をくれてやろう。よくわからない条件ですが、うなずくケツァルコアトル。しかしこれは罠でした。ミクトランテクートリが渡したホラガイには穴が開いておらず、吹いても音が鳴らないただの貝殻だったのです。嫌味な断り方。ところが、鳴らないホラガイを渡されたからといっておとなしく引き下がるケツァルコアトルではありません。ケツァルコアトルはホラガイの中に鉢を入れ、あたかもブオンブオンとホラガイが鳴っているかのように見せかけて冥界を4周したのです。それで条件満たせるの？とも思いますが、このトンチ返しは効果的でした。ケツァルコアトルは約束を果たしたことになり、ミクトランテクートリはしぶしぶ人間の骨を渡したのです。よかった。だがしかし、やっぱり納得のいかないミクトランテクートリ。彼はケツァルコアトルから骨を取り返すよう手下たちに命令します。すると状況を察知したケツァルコアトルは骨を持って逃げ出しました。鋭い。ミクトランテクートリは手下に深い穴を掘らせてケツァルコアトル追い詰めようとします。すると爆走中のケツァルコアトルは急に飛び出してきた1羽のうずらに驚いて足を滑らせ、その穴に落ちてしまったんです。深く穴に落ちた衝撃で持っていた人間の骨はバラバラに砕けてしまいました。現在の人間の背格好が人によって様々なのは、こうして元の骨が砕けたためなのだと言われています。面白すぎる。それでもなんとかミクトランテクートリの手から逃れたケツァルコアトルは冥界ミクトラン脱出に成功するのでした。さて、旧世界の人間の骨を手に入れたケツァルコアトルはそれを持って、今度は全ての始まりの場所と言われる楽園、タモアンちゃんへと向かいます。そしてそこに住まう女神、シワコアトルに骨を渡します。シワコアトルは、受け取った骨を引いて粉にして盆に入れると、他の神々がそこへ血を注ぎ入れました。するとそこから、ついに来たる新時代の人類が誕生したのです。そう、これが私たちというわけ。なかなか大変な人類の創造でした。5. 神の生贄で太陽を創造しよう。勇敢な神と臆病な神が犠牲に。
さて、無事に人間を創造できましたが、新しい世界には太陽がまだなく真っ暗でした。なので次の目的は太陽の創造です。神々はアステカの古代都市、テオティワカンに集まって会議を開き、次の太陽を創造するために二人の神を生贄に捧げることに決めました。すぐ生贄に頼るのはアステカ神話あるあるです。そして選ばれたのは、テクシステカトルとナナワツィンという二人の神。二人は性格も境遇も対照的でした。テクシステカトルは派手好きで裕福だったのに対し、ナナワツィンは謙虚で貧乏な神でした。生贄の儀式に最初に挑んだのは裕福なテクシステカトル。ケツァールの美しい羽や宝石、黄金を使った豪華絢爛な儀式を行い、いざ火に飛び込んでその身を捧げようとしますが、4度もためらってしまい飛び込むことができませんでした。気持ちはわかる。一方のナナワツィン、自らの血を使った質素な儀式を行い、なんとためらうことなく火の中へ飛び込みました。勇敢すぎる。躊躇なく火に飛び込んだナナワツィンの姿に心打たれ、テクシステカトルもついに火の中へ身を投じ、二人は二つの太陽となりました。こうして生まれた二つの太陽。しかし太陽が二つあるとちょっと明るすぎるなと思った神々は、テクシステカトルの太陽にウサギをぶつけて輝きを弱め、月に変えてしまいました。頑張ったのに。アステカ神話でも月といえばウサギなのです。不思議。さらに太陽となったナナワツィンは太陽神トナティウと呼ばれました。ただこの太陽、はじめは全然動きませんでした。そこで多くの神々がさらに生贄として捧げられ、ケツァルコアトルの導きによってようやく天空を動き始めるのでした。世界創造にはたくさんの犠牲が必要なのです。こんな経緯で創造された第5の太陽ナビオリンの世界は、太陽神トナティウによって統治されることになりました。そしてこのナビオリンこそ現在の世界であるというわけ。当然この第五の太陽ナビオリンはまだ滅んでいません。しかし滅びの予言もされていて、将来的にはチチミメと呼ばれる闇の怪物と大地震によって滅ぶとされています。怖い。滅亡の歴史は繰り返されるのでしょうか。滅びの日が来ないことを願うばかりですね。ちなみに古代アステカで作られたとされる5つの太陽にまつわる石彫り、太陽の石ピエドラ・デル・ソルが後世に発見されました。不思議な幾何学模様が彫られた巨大オブジェクト、ワクワクしますね。これはアステカの暦石とも呼ばれますが、暦を読むためのものではなく、古代アステカ世界の宇宙観や歴史観などが評された重要な彫刻です。合計24トンもの重さを持つ岩に 3.6 メートルの彫刻が刻まれており、アステカ最後の王、モクテスマ2世の時代のものだと考えられています。岩には幾何学模様が刻まれていますが、数ある解釈の一つでは、中央には後に紹介する怪物、トラルテクトリが描かれ、その四方に描かれる動物はそれぞれ、5つの太陽のうちの以前の4つの時代を象徴していると考えられています。右上が第1の太陽、左上が第2の太陽、左下が第3の太陽、そして右下が第4の太陽です。さらにその周囲には左回りに260日周期の暦、トナルポワリを意味する20の日の記号が刻まれ、その外側にある8個の三角形は8の方角、つまり全世界を象徴しています。天地すべてを偶意的に描く太陽の石、手の込み具合が凄まじい。一番上には13の足と呼ばれる日付が描かれているようですが、これは現代の太陽である第5の太陽が始まった年であると同時に、アステカ帝国を打ち立てた統治者イツコアトルが即位した年だとされています。つまり天地の創造と国家建設の年を合わせることで、アステカ帝国が全世界を支配することを暗喩しているというわけです。神話に政治的な意図が含められた石彫りということですね。そんな太陽の石は1790年にメキシコシティにて発掘され、現在ではメキシコ国立人類学博物館で見ることができます。行ってみたい。6、トウモロコシの起源が面白すぎる。ケツァルコアトルは食料探しの旅へ。さて、ここでちょっと毛色の違うお話をしましょう。アステカの人々の主食、トウモロコシにまつわるこれまた超展開が続く説話です。ケツァルコアトルが冥界から帰ってきて新たな人類を作った後のこと、世界には人類の食料となるものがまだありませんでした。そこでケツァルコアトルは食料探しの旅に出かけます。人類のために尽くしてくれるケツァルコアトル、ありがたすぎる。いい食料はないか、とあちこち探し回るケツァルコアトルはある時、トウモロコシを運ぶ赤アリの姿を目にします。このトウモロコシを人間の食料にしようと考えたケツァルコアトルは赤アリに尋ねます。どこでその食べ物を見つけたのかね。赤アリは最初教えるのをめちゃくちゃ渋りましたが、あまりにしつこいケツァルコアトルに根負けして答えます。食料の山、トナカテペトルさんだよ。さらに赤アリはそのトナカテペトルさんまでケツァルコアトルは案内させられました。赤アリくん、ありがとう。こうしてトナカテペトルさんに着いたケツァルコアトルでしたが、入り口はかなり狭く、そのままでは侵入は困難でした。そこでケツァルコアトルは黒アリに変身してなんとか山の中に侵入します。そしてついにトウモロコシの粒をいくつか手に入れる
ることができました。やったぜ。ケツァルコアトルがトウモロコシを楽園タモアンちゃんへ持ち帰ると、神々はそれをよく噛んで柔らかくし人間たちに与えます。どうやらトウモロコシは人類の食料として問題ない様子。こうして試食を決めた神々は次にトナカテペトルさんからどうやってトウモロコシをゲットしようかと話し合います。まずはケツァルコアトルが山を紐で縛って引っ張ってみることにします。しかしいくら豪傑なケツァルコアトルとはいえ、山一つ動かすのは難しく、トウモロコシのゲットに失敗。そこで今度は第五の太陽の最初の人類であり預言者の夫婦でもあったオショモコとシパクトナルがトウモロコシの入手方法を占いました。すると食料の詰まった山を第五の太陽を支配する七ワツィンに開けさせようという結果が出ました。指名を受けた七ワツィン、雨と稲妻の神、青のトラロック、白のトラロック、木のトラロック、赤のトラロックの4人の神の力を借りてトナカテペトルさんを力ずくで無理やりこじ開けました。パワー。すると開けた瞬間、中から大量のトウモロコシや豆などが吹き出してそこら中に散らばってしまいました。ポップコーン状態。4人のトラロックたちは散らばったトウモロコシや豆など食料になるものを片っ端から回収して回り、こうして人類の食料確保に成功するのでした。めでたしめでたし。ちなみにトラロックはこの活躍によって雨と稲妻だけでなく穀物の神とされるようになりました。7. 大洪水を生き延びた夫婦がいた。破壊神が庇護したタタとネネ。創世神は5つの太陽、その第4の太陽ナビアトルは大洪水で滅んだという話をしましたが、一説ではこの時滅亡を生き延びた一組の夫婦がいたとされています。その名はタタとネネ。まるで旧約聖書のノアの箱舟の物語のように、アステカ神話にも大洪水を逃れた人間がいたというのです。このタタとネネの夫婦を救ったのが、なんとあのやんちゃな神テスカトリポカでした。テスカトリポカは大洪水の水が引くまでタタとネネを大木のうろに隠して守ったんです。優しい。この時テスカトリポカは2人にトウモロコシを1本ずつ渡して、それ以外は食べてはいかんと伝えていました。タタとネネはトウモロコシをかじりつつ水が引いていくのを眺めていたんですが、そこに1匹の魚を見つけます。トウモロコシしか食べるものがなかったタタとネネはこれ幸いとテスカトリポカの言いつけを破り、その魚を捕まえて焼いて食べてしまいました。あ、そう、その魚実は大洪水によって姿を変えた元人間でした。アウトすぎる食事。しかもこの時星の神シトラリニクエとシトラトナクが魚を焼いた煙に気づき、こう叫びました。一体誰が火を起こしているのだ。天を曇らせたのは誰なのだ。その声はテスカトリポカの耳に届き、タタとネネが魚を焼いて食べたことがバレてしまいます。なんということをしてくれたのだ。言いつけを破った夫婦にテスカトリポカは激怒。なんとタタとネネ二人の首をはね、その首を尻の方に縫い付けてしまいました。こうして夫婦は犬になったと語られています。それって犬なの。8。兄弟が協力して大怪物を討伐する。ケツァルコアトルとテスカトリポカは最強ペア。さて、独特すぎる超展開が特徴の創世神話5つの太陽。実はアステカ神話にはこの5つの太陽の他にも、ケツァルコアトルとテスカトリポカが協力して天地を創造する伝承や記録があります。そちらを短く紹介しましょう。このお話は2人が怪物トラルテクトリを討伐して大地を作ったというもの。トラルテクトリは大地の海を意味する巨大なワニの怪物です。両性具有であるとされ、トゲだらけの背中が世界の山々を成しているとされました。おっきすぎる。アステカ神話を語る文献の一つメキシコの歴史ではこの伝承について詳細に記述されています。天空から降り立ったケツァルコアトルとテスカトリポカの2人の神は海を渡るトラルテクトリの姿を目にします。トラルテクトリはよほどの空腹だったのか、大きな口から牙をむき出して暴れていました。さらに体の至るところが口となり、その口で歯ぎしりをしていたとも言います。怖すぎる。そんなインパクト抜群な怪物を見たケツァルコアトルとテスカトリポカは、こんなヤバい怪物がいては天地創造を完了させることができんと考え、協力してトラルテクトリを討伐することに決めます。そして2人とも大蛇に変身、トラルテクトリを両サイドから押さえつけ、力づきで真っ二つに引き裂いてしまいました。兄弟が協力すれば怪物も一コロなのです。こうして引き裂かれたトラルテクトリの上半身は大地となり、下半身は空中に放り投げられて天空になったといいます。さて、無事に怪物を打ち一件落着とはいきませんでした。ケツァルコアトルとテスカトリポカの独断でトラルテクトリが無残にも引き裂かれてしまったことに、神々は心を痛め怒ったんです。よかれと思って倒したのに。神々は大地となったトラルテクトリを慰めるため、トラルテクトリの髪や皮膚からは草木や花、目からは泉や洞穴、口からは川や洞窟などを作りました。しかし引き裂かれ大地にされてしまったトラルテクトリの恨みは晴れることはなく、人間の心臓と血を求めるようになりました。そのため地上に作物の実りを安定してもたらすためには、人間の生贄を捧げるしかなくなってしまったのでした。なんとも皮肉なお話です。古代アステカの人々の生贄の文化はこういった背景もあったというわけ。ちなみにケツァルコアトルとテスカトリポカが戦ったのは大地の怪物シパクトリだという話もあり、その戦いではテスカトリポカは片足を失
います。ヘスカトリポカは片足がない姿で描かれることがありますが、それはこのためです。そんなケツァルコアトルとテスカトリポカが喧嘩せずに協力するお話でしたが、やっぱり完全なハッピーエンドとはいきませんでした。滅亡と生贄のイメージが根底にあるアステカ神話らしいエピソードですね。9、心臓を捧げるトシュカトル祭。神の化身として若者が生贄に。さて最後に、アステカ文明で実際に行われていた有名な祭事、トシカトル祭について紹介しましょう。このトシカトル祭、なんと若い男性が生贄に捧げられるというかなりハードな儀式です。アステカに根付く人間を生贄に捧げる文化、その最たるものがこのトシカトル祭でした。トシカトル祭はテスカトリポカが一人の人間の身を借りて死に、別の人間の中で再び蘇るという考えに基づくものでした。つまり生贄となるものはテスカトリポカであり、いわば神の生まれ変わりと言えるわけです。その重要な役割を担う人間は祭りの1年も前に慎重に選ばれました。戦争で捕虜となった敵戦士の中から選ばれたともされ、若くて優れた容姿の男性であり、傷のない背中で美しい肉体の持ち主など、クリアしなければならない厳しい条件がありました。そして選ばれた者は神の生まれ変わりとしての役割に見合うような気品や振る舞いを叩き込まれるのです。エリート教育ですね。こうして選ばれた若者は生贄に捧げられるまでの1年間は死すべき神の化身としての栄誉を与えられ崇拝されます。その若者は神殿に住むことを許され、貴人たちが運んでくる豪勢な食事ができるなど破格の待遇を受け、王にさえ厚遇されたといいます。まさに神の化身。それから1年が経過して、トシカトル祭が行われる月になると、若者は4人の女性と結婚します。王を除く人々は若者について回り、厳粛な宴や踊りが行われました。そして最後の日、若者は小さなピラミッドのそばの神殿に連れて行かれ、階段を登り切ったところで石の祭壇の上に寝かされます。そこで祭司によって胸を切り裂かれて心臓が取り出され、祭司たちはそれを太陽への供物として捧げたのです。神の化身であった男の体はそれから丁重にピラミッドの下まで下ろされ、首を切り落とされて槍に串刺しにされたといいます。私たちの感覚からするとあまりに残酷です。そしてまた来年のトシカトル祭の生贄となる若者が選ばれるのでした。現在では到底考えられない生贄の儀式ですが、天地を創造し太陽を統括したテスカトリポカはアステカ神話の中でもトップの神。そのテスカトリポカの化身として選ばれるということは、当時は最上級の名誉だったのかもしれませんね。生贄に選ばれた若者が1年間何を思って過ごしたのか、今となっては分かりません。10、神聖さと血生臭さが同居する混沌極まる独特な世界観。滅亡と再生を繰り返す世界が描かれたアステカ神話の創世神話、5つの太陽、いかがでしたか？アステカ神話には生贄の概念が根付き、とりわけ死と深く結びついています。そんな神聖かつ残酷にも思える不思議な世界観が生まれたのは、もしかするとメソアメリカの熱く過酷な自然環境が原因の一つなのかもしれません。日本語で読めるアステカ神話の資料は絶版となっているものが多いですが、アメリカの人類学者カール・タウベのアステカ・マヤの神話の日本語版はわかりやすく、原点に忠実でかなりおすすめなので、興味があればぜひ読んでみてください。チャンネル登録、高評価、コメント、通知の音をよろしくお願いします。それではまた。